毎日ポジティブ、はい、ポジティブキー19年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、記憶に残る人や場所に慣れていますかという話をしたいと思います。この話はですね、ポジティブ居酒屋に、来てくださるお客様の中でですね、いろいろ僕がお話をした時によく出てくる言葉なんですけども、まあ、観光でね、まあ、海外から来てこのポジティブ居酒屋に来た人もいれば、地方からこのポジティブ居酒屋に来てくれた人もいて、まあ、その中でね、まあ、この間鹿児島から出張で半年前にこのポジティブ居酒屋に来て、そしてまた半年後にこの東京に来た時にまたポジティブ居酒屋に寄ってくださったお客様がいらっしゃいまして、まあ、その人は鹿児島のね、桜島の近くで住まわれているんですけども、まあ、その方がね、東京出張行った時にこのポジティブ居酒屋の衝撃がすごかったと。ですごく印象に残っていて、また今度出張に来たらこのポジティブ居酒屋に行きたいと思ってたんですって言って、鹿児島のお土産を持って来てくださいました。で、僕はこの話をですね、聞いた時にですね、自分が1年前に行った飲食店何店舗覚えているかなって考えたんですよ。実際ね、この見てくださってる方も1年前2年前に行ったお店、外食をした場所、何件答えられます？僕はほとんど答えられない。ほとんど印象にないからです。お腹空いた、お店に入った、食べた、帰った、それって1年後覚えてるかっていうとほぼ覚えてないです。印象に残るってものすごく難しいんですよ。で、飲食店なんてもう何万店舗、何十万店舗あるわけですよ。特に新宿っていうのも激戦区で、新宿だけでもう数千店舗飲食店があります。その中でね、一回行ったお店にまた再来店しようっていうことが奇跡なんですよ。来ないのが当たり前なんですよ。その中でその鹿児島の方が出張で来た時に印象に残ってたっていうことが、まずすごく嬉しい、光栄だなと思いましたし、まあ、その時にですね、いた方もですね、このポジティブ居酒屋のお店に来たっていうことは、5年前にね、その人来られた方で、5年ぶりに来てくれた方いらっしゃったんですけども、すごく印象に残って覚えたと言ってくれたんですよ。そうやって人の記憶に残るお店もそうだし、記憶に残る人、これ人も同じなんですよ。あの人に会いたい、あの人と会ったことをすごく覚えてる、そういう人にね、なれたら、きっとその人の記憶の中では僕はずっと生き続けていけると思いますし、そういう人に僕はなりたいなと思うんですよ。もちろん悪い意味でね、覚えられる人間ではなくて、いい意味で覚えられる人間でいたら嬉しいなと僕は思います。自分自身もこの人のこと本当に大切に思いたいという人をずっと覚えていたい、ずっとその人を大切にする上でも忘れないでいたい、そう思うとね、僕の周りにいる人たちはすごく素敵な方が多いんで、僕の頭の中には何百何千のお客様の情報が今も残っているっていうのは、僕はその方々に対してすごく興味やすごく感謝の気持ちがあるからなのかなと思います。僕自身がそうであれば、周りの人にも僕という人間で記憶に残ってもらえるような、すごく良い印象を残せる、良い影響を与えられる、そういう人間でいたいなと思いますし、多くの人に思ってもらいたいのではなくて、大切な人に大切にしてもらえるような、そういう存在でいた、い続けられたら嬉しいなと思ったという、人や場所の印象に残る、そんな存在でいたいということを、そのお客様がお話しした時にちょっと考えたという話を今日はシェアをさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。